え皆さんごめんなさい。えー、これこの動画、撮ってからね、撮ってるんだけど、本人企画を間違えました。<laughs> はい、えー、日本を襲う2023年の危機について語っているんですけど、怖すぎる。ねだからもう誰も見たくない。<laughs> であまりにも怖すぎるので、ヒステリックに反論する人たちがたくさん出てくると思いますので、チャット欄、コメント欄にはですね、温かい生活感のあふれるコメントを残してほしい。要するに、いつも言っている、今日皆さん、何食べた何食った どう,どういう環境でこれ見てますかということを書いていただきないそうじゃないとですねもう米が溢れそうで来いということでやろぴくねえー、見たくない人はここでもうやめましょうそれではスタートつきまわです東京五輪汚職でですね森喜朗さんが実は事情聴取を受けていたという事件が、ね、報道があってですねこれはもうびっくり、ね、元首相経験者に知見特捜部が参考人とはいえ任意で聴取を取る <laughs> これはですね断ったら逮捕されるんで、ぜひ森さん、逃げてほしかった、ね、そしてエリザベス女王がですね <laughs> お亡くなりになって、安倍晋三の国葬のしょぼさが、これまた、ぐーっとですね皆さんにえ世界中に知らしめられるということになって、ね、そんな中、統一教会と関わっていた自民党の議員は179人、ほとんど全部じゃないかというような大変な事態。<laughs> もうメディアはこれに沸いております。うん、が、正直、どうでもいい。本日はですね、うんえー、そういう日本のですね、まあ、ある意味、うちの話なんかよりもですね、世界がですね、大変なことになっております。というわけで、世界経済大予測2023ということで、いきたいと思います。うん、2023年、一体どうなるのかというところをですね、 えー、話をするのとともに今、世界経済で、えーまあ、日本も巻き込まれる世界経済の大インパクト、ねえー、このワースト5をです、ね、安富さんと考えて皆さんにお伝えしてとっても危機に備えられる素敵な番組に今日はしていきたいなと思っておりますので、えー、とても偉い東京大学安富教授と、ね、本日は、えー、世界経済の予測をしていきたいと思いますよろししくお願いいたします。 はい、おっほんまずですねあのー、ニュースを見てるんですね東京五輪の汚職のニュースこれ確かに多い <laughs> 多いのでとりあえずもう全員一今日逮捕しましょうもう今日全員逮捕もう <laughs> 森口論ももう竹中平三ももう関わったけど絶対逮捕でもう逮捕でええー、いきましょうでえーえー、それで羽毛布を適用してですね 統一教会壊滅させましょうで、えー、もうも国葬、国葬、国葬、うんそうやな、内閣、自民党合同葬にして、でそれで、えー、もう終了、でそして来年の危機に臨まなければだめこれが、ね、ですね私の認識でございます。こんなね、ねうちはことにですねいつまでやってんだと、もう世界は大変なことになってるよ。 これ、そうだね。例えるんだったら、あーのー、すごい大きい船があってですね。で、うん、船の中に日本、地球号っていう船の中にですね、日本っていう部屋があるんですよ。うんうん、で、そこですっごい喧嘩してるんですよ、ね。うん、お前ふざけんな、俺の晩飯取っただろ、この野郎、てめえ、この野郎、みたいな感じで、喧嘩してるんだけど、エンジンルーム爆発してるみたいな、そういう感じで,です、ね、バーンみたいな。で、火事がきかない、みたいな。沈んでいくっていう中で、お前、俺の晩飯取っただろ、この野郎、とかってやってたら、 そうういところじゃないからっていうそういう状況なんですよというわけででもまあ一応でも家事まあそうかな家事の取り合いにはなってないのかね家事の取り合いうん一応船をどうしたらいいかって日本丸の地球号地球号地球号の決断はあんまりかもないけど日本丸の家事を取奪い合ってるということいややってないでしょやってない やってないでしょ日本丸の舵を統一教会に取られかかったわけです <laughs> もし日本丸のこの日本の国の行く末をどうやるかこの行く末の舵を俺が取ってやるもし岸田首相がそう考えているのであればオリンピック統一教会で一番ダメージを食うのは安倍派。これを機会に一気に安倍派を一掃して自民党の高知会これが権力を持って俺はこの黄金の3年間で 岸田王国を築いてやるぜコーチ会万歳うん。それ大チャンスなんです、岸田さん。安倍本部。大チャンスだよね、うん、大チャンスじゃん。で、えー、岸田さんがどうやってるか、何やってるかっていうと、菊く力ら、く力なんだったっけみたいな、<laughs> そういう価値だなっております、今、うん。そういう欲があったら、絶対国葬はしなかったよ。しなかったよ。ないんです、あの人。 そこは問題あのせめてですね <laughs> 悪の働く強欲の悪党であってほしい <laughs> せめてねせめてあのバカな大将敵より怖いと言いますけども、うん、本当にそれが当てはまる状況ですね内田さんというのはもうちょっとせめて悪知恵働かせられないのよ君っていうですねこう異例のクレームをつけたい、はあ、でも本当そういう状況だよな うんなんで、あの日本丸の家事の取り合いにはなってませんよ、今。っていうか、あの世界の情勢を見渡して、ですね、えー、日本丸の、あのあ、ー、を本当に握りたいのかっていうと、ですね私が例えばですね、安富さん、聞きたい。内閣総理大臣、今やって、損かわり国民全員を豊かにしてくださいねって言われたらできますか 今すぐです今すぐですよ。今すぐ。今すぐ、今すぐ。や、無理。私だけ、私だけ豊かになるならで。で、それ、それは、要するに、<laughs> えっと、麻生太郎とか同じですね、うん。まあ、無理なく、ね。日本国で。日本全体を、ジャパンズナンバーワンなんだと、ちうちらは。 ちょっと時間かかるしその時間かかることやろうとしたらどうしそれでなんか落ち込んだりしたらボコボコにされて終わりやん <laughs> そう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 <ー>な,なので私もですねあのこんなところのトップとかになるって言われたら「いやちょっと勘弁勘弁してもらっていいですか?」みたいななんですよだって日本で大げさやけどさ、うん、でもだからんやろ日本交換 日本まだあるの、か。ない,かない日。日本日本鉄鉄。なあ、日本鉄鉄。うん、社長にしてあげる。うん。言われたらどうですか。え、いやあのー、とりあえず自分の台しか考えなくていいんだったら考えますよ。<laughs> うん、日産自動車。<laughs> やだね。マツダ電気でパナソニックの社長になってください。外資に売っていいですか <laughs> って聞きます。<laughs> 日本電機の社長のねが、NEC の社長いかがですか <laughs> そんなの、ええんかちょうですよ、そのな <laughs>。ダサい会社の社長なんかやらなあかんねん。パーの社長いかがですいや、もう人材派遣は、もう俺、サラリーマン最初の4年間やったし、<laughs> 飽きた、もう。電通の社長とか言うかがんです。<laughs> とかさ、日本日本なんていう大げさなこと抜きにしてもさ。うん 日本経済を支えてきた、確たる日本企業を引き受けて、うん、それを維持して維持していくっていう、維持発展ね、発展させていくということ自体がですね、うん、無理ちょっと難しい。例えばこれ1980年、どう全部、パ,パナソニック、日本<部>にマツダの勉強ありませんかった言った やるよね部断らない。どれでも言うのどれでも言うのニンテンドーランドメルはだけど今、今任天堂の社長結構きつい。もう日本人知らないと思いますけど、66%外国人株主だからだそこ。日本の会社ウしでも。もう本社もホテルになってしまったし。 まあ、そういう意味ではですね、国葬、統一協会、ねえーえー、このあたりすごく大事な問題ですよ、東京五輪補償。<ー>なんだけど、ある意味岸田さんからしてみたら、運がいいね。この程度の問題で煙に巻くことができるわけですよ。えー、日本を襲っている本当の問題、こちらから目をそらすことができますからね。えーうん いや、ちなみにワーストファイブ、N t G の社長とかどうですか？ワーストファイブ上げていきましょう。ワサップ一位。一位じゃない、から。五位が位から。いや、まずあの五個、五個考えよう。五個。五個考えよう。まあまずままじゃおうん。まここから行きますか。やっぱまずウクライナ危はそうですね。ああ、ウウクライナ危機、異常気象を。気象うん。でから。まああと円安だよな。円安ね。うん。 エイアスも関係、まあ、新型コロナウイルス。うん、これ四4つ四つ。五個目は何かなー、うん、5, 個 ?5 個目はな5個目、まあ。5個目は。まあ、異常気象のところに食料危機入ってるよな。うん。だから、そういう意味では。5個目はやっぱり中国なんですけどね。うん、中国問題。中国は習近平が次継承するかどうか。うん つまり、1期目が3期目に入ろうとしてるんです着々、うん、と準備をしていて、は多分成功してる。うん、11月ぐらいにやるんやと思うけど。うん、結構、中国はね、やっぱガスたまってますから。まあ、そうやな、だから、えー、っと、うん、ちょっとまとめておくと、日本を襲う、えー、2023年の危機に,について、えーうん、これね、はい、オッケーオッケー、 えー、ウクライナ危機、異常気象、極力、減安コロナウイルス、中国問題。うん、こんだけだな。うん、まあ一応ね、数ぐから数えて、まあ他にもいっぱいあるだろうけど、うん、少子高齢化とか、消費がすごいわけだけでその外じゃないからな、ねうん。外です、外部外部。外部だよね。これ、一番マシなのは、うん、ウクライナ危機ですね。<laughs> とということでしょ、えー、2番目が、いや、一番、2番目、中国問題だな、うんこれがですね、なぜ、ましなのかというとですね、人間の力でなんとかできる部分が結構、うそうそうそう、人間が心を改めればなんと円安に関しては、心を改めて、<laughs> えー、も手遅れ <laughs>、えー、30年後にはなんとかなるかもしれせん。<laughs> いやらしい。で、えっ、ー、と異常気象。過去に過去に発生したものです。異常気象とコロナウイルス。ね、ルスこれはね、心をからるためでは、人身をどうしても関係ないから、ね。関係ないです、ね。で、異常気象食糧危機としてコロナウイルスどっちの方がやばいかっていうと、ああ異常気象。異常気象やな。とするとですね、<ー>えー、ランキングをつけると。 えー、やっぱ1位は異常気象でしょ。やっぱり。1異常気象やろうな。まあでもこの人間の心を改めればなんとかなんるかもしれないけど、ま何、あ、十、<laughs> だいぶ時間かかる。大分 <laughs> 時間かかるよね。うん、で新型コロナウイルスもまあ人間の生き方を変えればなんとかなるという意味ではなんとかなんだけど、これも相手が敵がやったよね。うん。うん <laughs> <ー>。まだから人間の力で次がいいやでしょ。<laughs> うん。 ウクライナ危機と中国問題は多分ウクライナ危機の方だから一番真シなのはウクライナ危機という現実ですねうんそうねえねうん、うん、それに比べるとね、うん、あの問題はちっちゃいけどしかしさ2019年とかうんどれもなかったよ、うん あったけど露呈らったよねどれも、えー、そうですね少なくとも完全にないと言い切れたのはコロナウイルスです円安問題はくすぶっていたし中国問題もくすぶってたしウクライナ危機もくすぶってた、うん、だけど人々のあの認識にはほとんど上がってなかったからなんええー、というわけでウクライナ危機はですね まず行きましょう、解決の方法。えー、解決というか、まず、えー、説明しておかなければならないのは、ですねウクライナ危機、食料危機はちょっと絡んでて、ですねあのウクライナとロシアでですね全世界の小麦粉の27%を輸出しているという、この現実がございまして、えー、まあ約4分の1ですね、で4分の1の供給量が仮に来年以降減ったとしましょう。でそうすると、ですね小麦粉の価格は4分の1値上がりする。 ってことなならないんでもっと値上がりする。下手したら1.5倍から2倍に上がるかもしれない。すでになんか1.5倍ぐらいなってませんか、えー、なんでここからさないんですよ。うんなんなでパン1個400円とかなっちゃうのお菓子がなければパンを食べればいいのよ。パンも買えません。みたいな、そういう感じで。<laughs> パ,パンがなければブリオッシュを食べればいいね、あのあったんですけど、小麦粉がないからな。うん、ブリオッシュ。うん おにぎりかなにりおにぎり、米,米,買い米に解決するしかないね。た<ー>、うん、だからですね、皆さんに残念なお知らせがあるんですけれども、米を作るための燃料、こちらすべて輸入でございます。で、その次にですね、ねえー、米を育てるための肥料、えー、こちらもですねほぼ輸入でございます。でででしかもすすね、えー、岸田政権はすでに あのー、肥料に関しては価格が高騰しすぎているから税金を投入している状況でございます。どうや、うーん。価格高騰しすぎてど、まあいいや、例えばウクライナ危機、まずどうなるんですね、来年ウクライナ危機は、うーんとじゃあ、これ、一番、本当な可能性をいきまして、ロシアが負ける。うん なんでかというと、給料も払えてないから士気が低下しております。ええ、で、プーチンがごめん、負けたというふうに言ってですね、ロシアの中で、そうか、負けたか、仕方ないな、プーチンじゃあそろそろやめようか、次の選挙やろうって言って、特に何も政変が起きずにですね、あの次の大統領が選ばれて、次の大統領がごめんな、プーチンが悪いことしたわー。これが一番本当なパターンです。ええ では安倍晋三さんを思いい出してくだささ安倍晋三さんとですね <laughs> プーチン、どっちの方が強権的ですかねいやいや,いや <laughs> どう考えてもプーチンでしょ。いやもうちょっと安倍さんが亡くなっただけで統一教会問題とオリンピック問題、うわ、えー、ーって出てきたんですよ。えー、じゃあ、プーチンが亡くなることによって、いやまあま亡くなったら民主的な手続きで選挙しておしまいやろって、ロシアがなると思うかい,いやもっと ななことになります下手するとロシア分裂するかかもよいわららんぐらいの,この分裂した国々、ロシアがそれぞれ正当ロシア国家とかですね元祖ロシア国家、いやいや元祖本家ロシア国家、それぞれが核ミサイルを持っています。<laughs> <laughs> なのであ<ー>あの、ロシアが負けるだけでは、ですねこれは実は解決しないんですね、ウクライナにいうのは。えー うんまあ一番本当なのは、うん、ウクライナが負ける <laughs> それでもあの問題の先送りと言やっててウクライナゲットしたらプーチンが <laughs> うウクライナで負っておくやでこれ以上戦争は稼いで大丈夫大丈夫なわけない、えー、次はですね おちょっと、まあ、ポーランドってとこあったな、横に。久しぶりにやるかい、パツコラーってことになってです、ね、なるでよなもうでポーランドスタートするとですね何が起こるかというと、えー、これはもうヨーロッパ全土巻き込みますね。いや、まあ、これはだってね、かえー、第三次世界大戦突入です。だけど、<ー>ウクライナがもし負ければですねあの5年か10年ぐらいは多少。うん <laughs> 期間があるんですけど、えー、ただ別にウクライナが負けて平和になるのかってそんなこと全くないんで,でそして4000万人の国民がゲリラ兵になる勢いのあの気合いに入ったウクライナが果たして負けるのだろうかというでですすねい、うん、いや負けないで勝つこともできないけどロシアが占領することはこれほぼ不可能ではないかというわけでウクライナダメだったウクライナ解決しては。あ かっていうやつをね。ぐらいの甘手かかるとね、えー。必殺仕事人がいて、うん、プーチンを。チンってやる、うん、で、えー、さらにプーチンがなくなったことによって、えー、独立したれとかクーデター起こしたれーとかって言ってる。やつも必殺シフトに送り込んで。プ でじゃあ、そのあのー、悪いやつプーチンいなくなったからなんか過激なことしたろうというやつがプチンっていなくなったせいでよし、じゃあ,あいつがいなくなったら俺がちょっと悪いことしたろうというやつもプチンって言うとまたこの次もプチン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 ってやっぱり意味ない <laughs> ーン <laughs> あのというわけでえっ、ー、と必殺仕事人も意味だい。 で、うん、いうわけで、ウクライ,、ね、クライナ危機があの日本に巻き起こすデメリットっていうのは、これはまあ純粋にご飯が高くなるっていうことですね。はいうん、あと燃料代一番考えられるシナリオは、うん、もう泥沼、まあまあ、最初から言ってたけどそ、延々とここで戦争してくれるのが、アメリカにとっても一番ありがたいわけなんで。うん とはいえ、ウクライナが勝ったりしたらさプーチンなりするかんからへんだからプーチンがここに足を取られて動けなくなるという状態がありがたいわけですから,、うん、からそっちに向かって誘導するよとね、うん、実際うううに誘導してきましたね、これまで半年は、うん、だから、ここから先もできるだけその泥沼化するっていう、うん、でも、ウクライナも勝てないしウクライナは負けないけれどもロシアも負けないみたいな。うんうん ひたすらロシアが力を失っていくっていうそんな簡単にうまくいっかよというわけで<え>ウクライナ危機はですね、うん、アメリカのそんなに思惑なんて踏みいじってボロボロになっていくと思いますよ世界を巻き込んでうんいやでもこう,こ,うこうなると今度は中国が、うん、だから中国のロシアに対する影響力は日々拡大していってますよねうんだってロシアはなんとか持ってるのなぜって言ったら 中国が席を買ってあげてるからですよ、はい。なんかプーチンと会うらしいね。あ、そう。うん。プーチン大統領と習近平国家主席対面会談を行うらしいですよ。うん,うん。やっぱ、まあ、まあ、あの、継承に向けて。もう一回大、第、第三期に入るのに向けて。まあ、うん、地ならしなんだろうけど。うん。 でも,もうこないだ会った時と今混んだ時ではもう習近平とさプーチンの体のサイズが倍ぐらい違ってる。<laughs> まあとりあえずでももうウクライナの問題これ以上釈の関係でなし。ええー。はい、いやだから中国問題に移ってくわけです、えー。中国問題は多分一番再生回数が取れなしそうだと思うな。<laughs> うん、まあとりあえず中国のプレゼンスはさこのウクライナ危機によってもめちゃくちゃ拡大してるロシアに対して。 あの私、よくわからないんですけど、中国が日本の3倍の GDP を持っていて、世界第2位の軍事国家で、さらに世界一のお客さんなんですよ、世界中の、お客さんかつ交渉だっていう現実をですね認識せず、なんか中国ってすごい国なんだよっていうふうに言うとですね、嫌う人がいるんです右も左も左とか好きの問題じゃないよ ねなんだけどなんだけど <laughs> なぜかですね中国の現実え強さ持っているチャンスとかあと危これをですね冷静に語ると<っ>どちらも聞きたくないという状況なんですお <laughs> <laughs> それすごいよね <laughs> だからさ私がほん金常々のもう面白いなと思ってるのは、うん、あの遠藤誉さんっていうチャイナーウォッチャーとして活躍されてる方、はい、チャンスの生き残り そのチャンスの生き残り、私、仲良しらんで一緒に本書いたりとかして、うんうん、で私、仲よしな人がですね、うん、発表してるメディアはですね、何を書くと月刊花,花田でございます。<laughs> でさ、なんで私と仲よしだったう佐藤さんとか本間さんは月刊花田で毎週書いてるみたいな意見ですね毎月。なんでそんなことなんのって言っうも唯一。うん 中国に関して話をして、うん、聞いてくれるところがそこにしかいないっていうですねイエスイエスお前らとねなんで関心があるのかっていうと中国はクソだひどいであいつらとんでもないんだってことを一生懸命言いたいから、うん、そ読者がそこそこにだけ偏るっていう、はい、まあ<国>安倍さんとね親しかったみたいなんでね遠藤さんは,はそういう方の流れですょ中国はね うん、あのギョー餃子うまいうん、うん、で三国志有名やったそういう国やろ以上ありそういう感じですそれが一番受け入れやすいおあ<ー>何、うん、か CPU とか GPU を輸出を停止するとかって謎の懲罰をしてましたよね <laughs> あの半導体ねうんアメリカがうんあれ あのー、ほぼ多分そのほぼ逆効果で中国企業にとってはありがたいですよねうんだってあのインテル入ってこないそうだったら「ね、やったー自分で作れるぞ」ってスプさンが入ってこない日本にインテル輸入禁止すあ AMD うん AMD とかインテルとかの,、うん、のハイエンドの CPU 入ってこないってなったらさ、うん 日本企業は困るじゃないですか、うん、でも、中国はむしろ喜ぶんじゃすで、えー、にですねそれ IT 業界の話なんですけど、<laughs> 今年の夏より前、6月ぐらいにです、ね、はい、中国産 CPU や GPU が続々と発表されております。ああ<ー>はいなので、うん、もう困らん。困らんとか言うと喜ぶんじゃないですか。だって、非完全で商機の兵器を設けてでも追い出したいと思ってる企業は勝手に来ないとか。うん ただ嬉しいだけなんじゃないかって気がする、ねうんというぐらい、幅広いね、産業構造を持っているのでもうそんなこと言うてるからね、ネットウヨからもね、リベラルからも嫌われるんですよ。<laughs> 言うてるとかじゃ、うん、言ってるとかじゃ私は何も言ってません、<laughs> るててそれは言う、言てて YouTube とかろうかヤフーとか出てるから、そんな巨峰を信じてるからだめなんですよ。 日本すごい国神の国世界で一つの神の国なんかもうあれですよね無人のタクシーとか走ってんだよねでもそんなデマですよそな走って,なてるんのってあですか <laughs> あれ東米人間が座って運転してんだよ <laughs> どっちの方がすごいわっていうね <laughs> だからこ中国に関してはですね<ー>徹底的に えー、右翼も左翼も保守もリベラルもっていう分け方が古いんですけど<ー>全員がですね中国ってすごいんだよっていうと美中<ー>野郎がって言われるんですいやリアル <laughs> まあこれがそのねもしも中国がさ、うん、12000年ぐらいにさあの民主化を抜いような道を進んでね、うんうん であの今頃その複数政党制になって,って大統領とか、うん、なっちゃったするじゃないですか。世界で指導国なったと思うんだよね。<laughs> 全く安冨さんは反日の備中野郎だ。<laughs> うん。<や> <laughs> 別にそうなってくれるのが一番ありがたかったのに、何を思ったのかですね。うん、習近平という人物が出現してきてす、うん、ますます閉じた。うん。 謎の厄介なな国になっていったんですここ20年ぐらいで,、うん、でものすごい力とかを備えてるんだけど例えばやってることとかの例えばさ何で今頃火星にロケットを打つのとか月の裏側行,行くのもすごいけどなんでみたいな、うん、でなんで空母とか持ってくるわけとか言って、うん、空母いらなくした人は君たちのミサイルじゃないのかっていう感じじゃないですかそれどころか ICBM 増産しとるからな そそそうそうそう<に>どこに打つねんみたいなどこに打つねんだ, <laughs> だって昔アメリカ持ってたし日本持ってへんし持ってたらすごいかなと思って以外ちょっと考える余地があるよ,よくわからないよくわからないどこに打つアメリカかよよくわからないですアメリカの打ったらまああんたとその共産党のあのあ幹部のみんな指定がすごい留学してんね、うんあ、ま、資産をみんなそこに逃がしてんでしょどこに打つんやみたいなまあっやってることがいちいちトンチン感なんですよ中国は、うん でそのトンチンチ21世紀の最大の大国はですね20世紀的なトンチンカーの方向に全力で進んでるという事態なんです。うん、これは不安定要因だよね。なあ、完全に不安定要因ですね。で、しかも日本はアメリカと中国の間に、<ー>挟まれてるそう、ね。これね、そのうちだから絶対こんなトンチンカーのことしてたらさ、すっこぶに決まってるわけ、どっかで。うんうん、でそれで中国転んで、へえ、ざま見るじゃないからね。 隣ででが転んでこない家の横で。<laughs> いやもう安富さんは全く古代妄想が過ぎますね <laughs> あれはネズミですよまったく <laughs> 餃子の残飯をかじってるネズミなんですよ <laughs> それを象だというなんてちょっと見てみた今見てみたけどちょっと大きくなってるけど <laughs> ネズミネズミもうネズミが転んでもチューチューですよチューチューチューゴップ どんなでかいので、怖すぎるわあの中国という国をですね、ちゃんと認識するとですね、ーうーんと、なんかこんなことやってる場合なのかなっていう気に <laughs> う、ね、<laughs> なってくるんですけど。これは恐ろしいよ。で、どっから始まったかって言ったら、もう、ほら天安門第二次天安門事件、うんうん、1989年、うん、あそこから始まってるんですよ。はい 世界の国がいろんなことができたと思うんだけど、逆にすればよかったな。何もせんとほっといた上にですね、で転びかかってる中国共産党、日本政府がやあいしょっと起こした。5位と4位から喋るんじゃなかった。<laughs> <laughs> あのとかく外交問題というのはですね、あ,<ー>あのウクライナ危機で核戦争になるんじゃないかっていう時も再生回数取れませんでしたからね。まあそうだったね。ーなのでちょっと5番と4番。 ウクライナ危ってまだあったのっていうレベルですよ。<ん> <laughs> え、ウクライナ危機ってまだあったの?。終わったんちゃん最近テレビで見ないよみたいな。なんか、中国。国はもうなくなった。感じ中国って。ふうん。餃子美味しいとこでしょ?。ぐらいな。感じ。なんで、三倍 <laughs> いきましょう。円安。あ、いはいやいや、はい、円安。はい。 でも円安を語るときに、ですね中国問題とウクライナ危機、無視して語らないんだけどね。語るの、無理や無理や、どうすんだよ、ね、<laughs> だって、円安になっている原因は、ですねあの、えー、まず第一に日本の国力が下がってきてるからですよ。えー、で、これはですね日銀総裁もアメリカの財務長官も公認なんですよ。 日銀総裁が何と言ってるかというとですね経済のファンダメンタルズに応じて安定的に推移しているのが通貨であってそれであれば今の現状は別に大丈夫だと言ってるわけですよつまり日本の国力が安定的に没落していってるからうん、うん、日本の円もうどんどん価値を失っているこれもまあまあ火を見るより明らかなうん、うん、以上終わりみたいなことを言っているのでただ急激な値は困るからゆっくりしてゆっくりゆっくり下がってよ下がってるのは分かってるからゆっくり下がってってうう言ってるわけですようん、うん ちなみにさ、あ,あのー、通貨の価値が1971年ぐらいと同じになった、ねこれ、面白いもんでね、1970年のですね日本の GDP の値上は、世界で大体6%ぐらいだったんですね。で、1995年には18%まで増えて、ですねこれが今6、6%以下になっちゃったんですよ。そしたら通貨の価値も下がっちゃったっていうことですね。 まあ、すごいなあ、私が小学校1年生とかの時からぐるっと一緒しちゃったんですね。こんにちは、うん。こんにちは、世界の国からでね。はい、あの時の日本はすごかったんですよ、もう。<laughs> まあ、のイうそでしねそんなまたフェイクニュースを言って。<laughs> でもですよ、ロチアの世代より若い人たち、そんなのも知らないから。 ジュリアナ東京とか多分あれね CG ですよ CG 精密な <laughs> 全部嘘コード剣道政治局とかも全部嘘そんなの存在しない日本には <laughs> すごいよねそれねいやだって言っとけど <laughs>、うん、今の20代とか <laughs> えっアメリカと日本って戦争したんですか <laughs> というレベルかあ、まあ昔の話やしみたいなそしてどっちが勝ったんですか <laughs> 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 そうはよく,よく言われるジョークだ本当なんかなホ当トですよそれ本当なの本当やってえマジか <laughs> どっちか勝ったかは明らかでしょ今の日々の生活を見れば何で戦争に、ま、負けた方の漫画を毎日見て暮らしてるんだ君たち12 <laughs> とか見て暮らして大きくなったくせにうん まあでもかな、うん、エインでも,それ、ね、でもアメリカにはまだ日本は一軍と戦争して負けたんだよとかって信じ知らない人が多い、ね。うんひょっとして。まあでもいい円安、円安安はしない。円安、円安,安。な、うんで円安になったなんで円安になった,っ,た,っ,たってさ、簡単やん、そんな。いや、安倍のせいやろ、これは。一つは。ああ、もう安倍するけどね。 円高とか円高にもいいことがあるとか言ったらなんていうことを言うんだこの人はとかっていうやつが総理大臣十万年もそうなるわけですまたこれもさ右も左も保守もリベラルからも嫌われること言わなあかんねんけどさ <laughs> あ,あお金すりすぎたらあかんねんっていうことを言うとですね<だ> <laughs> うちょっとまたこれちょっとたあのまたこれあかんなき日あかんなやっぱさっさと企画間違えたな 日本を襲う2023年の危機についてっていうのを正直に喋ったらさうあはなら誰も見たくないわな <laughs> やっぱり今からちょっと切り替えるか日本すごい国神の国やる世界で暗い話ばかりそしてもゃあない希望 <laughs> 日本を導く5つの希望に変るどうやったそういう企画で先生は分かった <laughs> 日本は素晴らしい日いずる国であるとそう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 さうもうそんそ 悪いワーストランキングとかクソ取り上げる <laughs> あれねこれ結構ワーストランキング5とかって言って再生回数取れる場合はあるんですけどお<ー>ちゃんと本当の危機器は言っちゃだめなんですよしゃべる相手間違えてるしやったええ円安になった原因はですねあの金すりすぎた金すりすぎた <laughs> 金上げすぎた <laughs> <laughs> 金利をゼロの周り十何年もやって、経済が金利ゼロの上に出来上がってるわけなんだから、ちょっとの負けたらぶっ飛んでしまうよね。はーい、安富とシ水は相変わらず経済というものを分かっていない。自国通貨建ての国はですね、<laughs> いくら吸っても大丈夫なんですよ。<laughs> あー面白いね、なんか最近ニューズウィークやったらどこ忘れてたタイムス。ニューズウィーク日本、日本、日本起源みたいな。うん、MMT 理論、日本をモデルにした経済理論とかっていう記事が出て、そうですよ特集かなんかが出てて、うん、<laughs> やっぱり日本、日銀見て考え出したんやん。あかんや、日銀を見て考え出した理論で日銀を傍聴させたら、そんなにも分からんや <laughs> 残念ながらでもそうなんですよね。 残念ながらどうせそうやろうとか言ったらそうでしたっすあんなこんなに吸っても大丈夫ってさすがに誰も思ってなかった。これ違う日本が知るべき MMT でしょ知ってます。よ。日本人が知るべき MMT。日本日銀の傍聴見て考えた理論やねんからさ、それをもとにして日銀の膨だったらどうなるか分からへんで。 <laughs> 1銀まではいいよねっていう理論なわけですん。まあなああのー、残念ながら、えー、金すりまくって OK なんていうことはですねないです、えーえー、ねこれを言うとあのー、大変ですねうん人気がないんですけど、えー、いいよお金すればいいじゃないか円安になるだけだよ本当にはあ 経済ってのを考えてみれば分かるんだけど、お金なんかないからね。あんなものは、だから、ベールにすぎない、ベールっていうか、具体的に作動が大きな問題を引き起こすとはいえ、現実に存在してるのはみんなが働いて、それを作り出したものをみんなで消費してるっていう。うん、で、その通貨とかっていうのは基本的には媒介にすぎないわけだからさ。媒介で世界をなんとかしてて無理してゃうんですよ。まる、ま、で、その、体で飯食ってさ、 血液体を流れて、ロハ、うん、廃物とか集めてこう排解説してるわけじゃない。うん,う,んうん。無理やろうん。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 輸血さえし続ければいけるんだと思って。うん。うん。うん,ん。う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 。う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 。 全くなんと安富は経済のことを何もかってない素人だでーよもうえー、というわけで円安そうですね今すぐアップルの10倍ぐらいすごい発明をして、えー、トヨタ自動車が、えー、リッターあたり1万キロの、あのー、新しいエンジンを作り出して <laughs>、えー、無人運転安全度100%。 <で>うん、さらには、ボタンをポチって押したらワープしてくれるっていう、ですねあの車を開発したら、ですね円高になりますよ、うん、大丈夫、大丈夫。あ,あと、ついでにですね日本の皆さんの庭、掘ったら、ですねなんと、石油よりもすごいエネルギー支援が生み出される、ね、これを売る、世界に、CO2 も出ない、これだったら完璧ですね、うん、これだったら円高になるんじゃないですか、安住さん。 もうなんか、の <laughs> その最後のやつだけでいいと思う。<laughs> 確<かに> <laughs> 最後のやつだけでいい。最後のやつだけでいい、<laughs> けで全ての問題。経済問題とか存在しなくなるから。確かに。確かに。うーん、というわけで。えー、でも、これはね。あのー、も止まんないよね。ただ。何度も言ってるように、とにかく、その。ゼロ金利の上に乗っかってるからさ。うん。うん、金利上げて、その、だから、行かないじゃない ただ大きな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 ポイントがあってね。うん、そもそもアメリカが金利上げてるのは間違いないわけです。どうですよ。コストプッシュ型のインフレの時に金利上げてインフレ対地とかつってっお前大丈夫かっていう話な、うんであんなことしてんのわか、うん。なんであんなことしてんのわからん。正直。正直わからへんけど。うん、で、それで、アメリカもやがてその金利さ。うん。 あのー、下げなしゃあない日が来るやろうと思ってたら、これがなぜかですね景気指標が全然変わらなくて、うん、もっと金利上げられるばってことになってるわけですねええー、それは主にですね景気指標というのは失業率、雇用統計、これが強いんですよね、えー、アメリカは。えー、うんだから大丈夫やろということで、どんどん金利を、まだまだいける、金利を上げられるみたいな感じでやってる。いやなんかちょっと違う アメリカおかしなことをしてる感じが正直そのその失業率とか雇用統計がいいとかって言われても、その仕事ってちゃんとお給料もらえる仕事なんですかっていう <laughs> あ考えとですね。<laughs> ちょっと違うの手はないかなというふうに。だってそうなんよね。うん、アメリカがまあこれもだからさ、まあこれはからあのさっきの中国問題に匹敵する大きな問題として、うん、不安定ですアメリカ問題でもあるよ、ねうん。ある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 ,ある。 うん、アメリカがさそのトランプの幻影に怯えて、うん、その民主党がめちゃくちゃするわけですよ。うん、で、めちゃくちゃするな、なりふり構わずなんとかその人気を得ようとしてこう、うん、めちゃくちゃしてくるっていうことになってて、うん、これがね、なんかとんでもないこと引き起こすそれする丸上に、うん、これに民主党が失敗すると、です、ね、本当にトランプ帰ってくるかもしれなくて、うんうん、このアメリカの持ってる不安定性の大きさ。うん すごいいよねすごいうーんでこれこう現役のとこにあってトランプがいるとそう,うじゃなくてアメリカにおける格差広大な格差の形で、うん、それにおける社会に対するさ不信とか、うん、あのあれは特に分からそ知,知識の分布がめちゃくちゃになってるでうん、うん、だからものすごい多くの人がさ日本よりも強烈に陰謀論とか信じるわけじゃないわけ分からん国家になりつつあるよね えっと地球は平らであるっていうレベルで信じている。いいです、キリストはいつ降臨するか、真面目に議論しているとか。えー、あと、ダーウィンの進化論を否定しているっていう、ね。うん、これどういう否定の仕方っていうかっていうとですね、うん、ダーウィンの進化論をきちんと調べた上で、この部分間違ってるよね、ではなくてですね。うんえー、だって、世界ができたのって、宇宙が誕生したのって、神様が作ったんだから、数千年前でしょ だって億年単位って言ってるんでしょじゃあ間違いじゃんっていうのがそういう感じやでそういう感じでございます記憶そ像のその世界のそのんかそ,のいやそんなことはないちゃんと調べたら地球は50億年あるんだっ,って陰謀牛だーみたいな感じになってます陰謀牛じゃなくて、うん、50, 年50億年ぐらいの記憶ある形で神が想像したって当たり前だ。そういう感じで <laughs> 神すごいな手間かけてるな <laughs> <laughs> アミってすげだからで、その2オーダーですからね。なので、でそのただ、うん、だ Q アノンとか信じる人はだ桁違いの多いじゃなのであ、うん、なので、あのー、アメリカがですね、これ、円安が解決する方法は1個あってですね、大不況になることです、アメリカそうそうそう、アメリカが大不況になってすっ転ぶと、です、うん、金利が爆下がりして、円がガーンと上がります。はい、うん これ解決か <laughs> 全然解決か <laughs> <laughs> アメリカの経済の不安定要因大きいね。大きいこれは人民元の冷凍の方が気になるけどな、その時にどうなるかっていうのがうこの時ね、中国があんな変な方向に行ってしまっていなければ、もうちょっと中国頼りになったと思うんだけど。 うん、まあ、しょうがない。はあ、どこもこの危機は大きいね。というわけで、円安問題についてはですね、一個解決のルートはです、ねうん、アメリカが大不況に陥るというと。そう、アメリカのだ、まあ、もう、まあ、要するに、そうもアメリカがめちゃくちゃになって、県ががん上がりますか。どう、うん、心配してない、うん。大丈夫、大丈夫、円安、問題、一時的に解決されます。はい、それは、あの、<laughs> の円安問題って大不況とか、世界経済の崩壊ってなってくるからね。そっちで備え,、ね、えてください。はい、その日よね。待って。<laughs>

<laughs> リバーショックな時いろんな不動産とか会社が安く買い叩かれて売だったんすよ、うん、ーあの時は俺もまだ若かった、うん、<は>今度はい,<や>いっぱい買ってやるぞ <laughs> その時のためにこうとくぞーそう好景気の時にいっぱい働いて節約する不、うん、景気の時にお金を買うこれがもう 成り上がりもんの正当なやり方ですよ。うん。それなというわけで、ただしですね、今、うんま、あの、そんなチャンスをですね、すべて無に帰してくるのがですね、ワーストランキング1位、2位ですよ。すいませとコロナウイルスどうすんのこれ, <laughs> これそ。そう、もう、そその買い占めるとか言ってるか、ね、買い占めるとかって言っても、 えっといい、ね、命がなくなってしまったら終わってしまいがちなの <laughs> ご飯ないですとかって言われる <laughs> えって。で、コロナウイルスであの工場とか止まってて、えあの、なんか、商品。何も来へんね。商品来へんね。買え買おうと思ったらないじゃないか。うん。そうです。なので、この、<ー>人知、この1、3、4、5まではですね、人間で対応できる話なんです。2>, うん、2と1はですね、 ちょっときついね、しかもなんかコロナウイルスとその中国問題、絡んんでるんじゃない、うん、だこここにれまでさ、完全に完封してさ、抑え込んでたけど、さすがの中国も、ちょっと抑えきれなくなりつつあるよねいやー、ちょっとあの私、異常気象ネタで平田さんが持ってきてくれたニュースで,です、ね、びっくりしたことがあって、ですねあの中国の工場が止まっているというニュースがあったんです。 でそれを言うとねまた新型コロナウイルスで何か止まったんかいなって思うでしょああ<ー>違うのよ水がない、ね、水がない水がないが運べない,ない、ね、あの長江が干上がってさ水蒸輸送ができなくなってる<ー>それでもうどんどんないあ,あ輸送ね輸送がないのよああもうそれはどうしようもないよねっていうか長江の開発やったのって確か始皇帝とかじゃなかったっけ最初 まあそうだけど、あの、ま、あの、ちょっとこの共産とかにいじくり倒したら大きいよ。ああ、そうなんか。あの三峡ダム作ってさ、それから、ほんで、南町北部の長江の水を郊外流すとかさ、めちゃめちゃな工事しまくったんで、だいぶおかしくなったっていうのはあると思うね。いや、なんでね。うーん。あの、結構、やとばい。やばいよ。やばい。 南中国がこんなことになるのって、一体何、何千年ぶりっていうか、過去にあったんですかみたいな勢いで、ね <laughs> えー、円安で不況が来て、ワイ、チャンスだっていうようなお花畑なチャンスを望んでいられるのも、ですね世界が平和だという前提なんですよ。ウクライナ危機で核ミサイルの危機があった上にですね、えー、コロナウイルスが蔓延してて、異常気象でご飯ないとかって言われたら、ですね金もけとかしてる場合かっていう。えー ビジネスマン清水ズ裕子人生最大のピンチを迎えております。わ <laughs> ね。どうしたらいいのやっぱ金儲けこれ平和な時にやるもんだよね,ね。そうね。健康が前提ないでが前提ですよ。世界も個人も体が資本ですよ。健康と平和が大事ですよ。健康と平和がなくてお金は儲け回られませんな。 でコロナに関しては、ですね、えー、日本にはだんだん入ってきている、うんえー、来月から打てるやつかな、えっ、ー、<ー> BA.1 のオミクロン二価ワクチン。あれはー、b ワ1なんですよね。はいアメリカで打ってるやつ BA.5 じゃなかったっけイエス。それも、<laughs> なんでそんなバージョンダウンしたやつが来るんですかそれはですね平さんとつもすでに取り上げたんですけども、はい、なんでこんな日本政府がすぐに入ってこういうの買うことができたのか。うん 在庫を押し付けられたんですよ。在、ね、庫押し付けられたんですよ。<laughs> うちも BA.5 の最新バージョンを打つから、BA.1 使うし、買ってって言われて、はい、わかりましたーっていうよですね。怖<ー>、うん、い。怖<ー>いですね。怖いね。うんでどうなん ?BA.1 のやつ売って、どのぐらい効果 なんかねすっごい気安めで、中和抗体のレベルが1.6倍になりましたそそ。それは昼寝をよくした方がいいぐらいのね。<laughs> なんかちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと怖かあったね。ちょっと、ちょっと怖かったね。たねマジか。はい、ただ、b 5対応のワクチン怖いよ。あ、そう。人のね、治験、やらずに承認されたから。えはい。ももうもう 追い込まれてるもう追い込まれてるのとだってインフルエンザのワクチンだって一<ー>人の治験やらずにやるじゃんだから大丈夫なんだよっていう理屈でですねなんと人の治験なしで BA.5 のワクチンをこれからアメリカ人にバーって売りまく打ちまくります。じゃあそれ見てからにしようか見てからやべえってなったら在庫を押し付けられます。 つまりダメな結果になったら日本に押し付けられます。いい結果になったら、えっと、またアメリカ人が作って打つので、どちらもだいぶ後かなっていう。ういずれにせよダメなの。うん。そ、ね、しい。でも BA1 のやつを打つべきなんかどうかのかちょっと私は今悩んでるんだけど。うんまあ、調べた限り効果もあんまりないけど、安全性も前と同じぐらいなんで、まあ、多少はしないかな。ああでも何回も打ったら徐々になんか悪影響買っ 蓄積していくそうで怖いけどねうんただ、どっちにしろ、あれです、えー、もう消えるからなワクチンに関してはですね、あのほっとくと前の在庫なくなりますから、要するに BA.1 対応ワクチンがいなくなりますから、それを打つしかないわります。いや、もうだって、最初のワクチンをもう1回、4回目打って意味があるかっていうのは微妙じゃないですね、うん、高齢者以外は。うん、だから次打つとしたら、もうそれ、4回目の同じワクチンを打つ意味はない、ねうん そこで BA.1 打って意味あるのかどうかは BA.O やなと思ってまあどっちにしろ、<laughs> あのあ<ー>どうせまた変異するんでね、今年の冬は。変異するしね。うん、で、どこに来るかわかんない。また BA.1 ではなくて、もともとのあの,の,あの株からまた本気したやつがいきなり出てくるかもしれないしね。あまあ、そしたら古いやつがよく来るんですとかなりかねないし。A 二点7 5とかもあるし。ちょっとワクチンでなんとかっていうのはちょっと無理があるよね。 ででは、それが第2位だったんで、最後の1位で、みんなさんに時刻をこう共有したいと思い、うん、これは、もうちょっと地球始まっているの危といったのは大げさだけどさ <laughs>、まあ、まあ人類っていう感じで、人類始まっているのである可能性は <laughs> ええー、それがですね、このナンバーワン異常気象みたいこな、ね、<laughs> こいつはやばいで、こいつは、これね、あの<ー>思ったより大変ですね、これ。 あのー、これフランスの前もちょっと取り上げたけどうん、うん、川の水が高くなりすぎてそうそう原発が冷やせなくなって電力不足とかさ、うん、水じゃなくてもうぬるま湯になってるっていうのがう、えー、要するにいいろんななとこに影響すするわけじゃないですか、うん、でもう一個異常気象って言うと今まで干ばつ水がないってい話したけど水はですね、えー、むしろ増えてるんですよ。 それ何か海水が増えてるんですね海面は上昇してるわけですよつまり真水は減って海面が上がってるっていう状況で農地が減る、あのー、えっとねこれは温暖化でやっぱり氷溶けて大変やっていう状況なんですよわプラス干ばつで食料危機なんですよコーヒーヒ豆の値段なんて 1> 2 1っ、えー、と元の価格が2 3 0 0円だったのが、えー、800円とか900円になってますからねえなのでないんですよ<え>コーヒーもう今もう飲めないじゃん大丈夫大丈夫大丈夫23割に上がりするぐらいでああ<ー>うんあそうか加減量はそんなもんだな。なんで朝日新聞か日経新聞に書った 今まで2杯飲んでた人は一杯とかに節約するという方法をやりましょうって書いて、うん、何を言うとんじゃんもう <laughs> 言うとんねんこいつは何を言うとんじゃん俺節約言わないんたけいかれそれっていう <laughs> <laughs>、えー、でね、あのちゃや2019年もともとね言ったけどこの2019年の時にこの問題って何かあった <laughs> くすぶってはいたけどなかったでしょそして <laughs> 2020年コロナが来てわあ大変だなって言って で2021年になってコロナが変異して、でそんでえ、ウクライナがどうのこうのとかってなり始めたと思って、今年になったらどん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 ん悪いこと加速してるじゃないですか。うん、ってことは、2023年にもっと悪いこと起きるんですよ。なレベルね、うーん、だから、そういう意味では陰謀論が増える気持ちはわかるよ、私は。あー、でもその陰謀やったらいいけどね。 いやだって現実の方が陰謀論より実は悲惨だっていうことですよ。<あー> <laughs> なかなか恐ろしいですね。なな<当>、うんんでこ熱くなってる理由それはもう世界中の科学者がいろいろな理見言ってるけどそれに対する反論もあるしわけ分からへん、ね。こればっかりはもうわけ分からんすわ。 うん、なんか知らんけど、いいじゃん、オークなってるな、はい。はあ、ちゅうわけで、怖いなぁ。で、どうしたらいいんやろう、2023年以降、われわれは。23年以降少なくとも政権交代やったほうがいいんじゃないかなとは思うけどね、ただ、泉健太のひな<や>チョコ具合見てると、どうしようもねえかなっていう気もするし。なんかもう、でもそれ、ファシスト政権とかできそうな。うん いじゃないですかねあせめて大不況だけにしておいてほしかったな。とい, <laughs> いうわけで今日は企画を間違えました皆さん。ああこれはのみんなー。<laughs> ただ怖い予言を言ってもですねあのー、そういう神話はいっぱいありますよね。本当のことなんだけどもあの怖いことを予言続けて。<laughs> 人々に石を投げられるというです、ね、<laughs> 神話はいっぱいあります、はい、ありますねありますそう,そういう動画になってこれもそんな神の福音を伝えただけで貼り付けになるんですからね <laughs> もうねキリストとかそうやからな、うん、<laughs> まあ旧約聖書に出てくる預言者とかも <laughs> を伝えたはずなのに、うん、なぜかあの十字架にかけられるというですね、はい いいいいや悪ですてば何のことがあろうかそうかそねう今日はどうしようかな。予言のタイトルにカサンドラって入れとくかな。うん、もうあかんなこりゃ。というわけでのも。でも大事なメッセージはありますよ。うん。何やっぱりこのこういう時にどなしたらいいのかっていう時にさ。うんうん もう政治家とか言言ってる場合っちゃうよがたく政治をなんとかすれば日本がよくなると言いたいでそれ時間があるやん攻めってどんなにあれでよくまあそうね。やっぱ本当リアルに身の回りで自分を自分自身を助けたり、うん、自分の身の回りのを助けたり、うん、助けてくれる人を増やしたりっていう。 そういう活動ダイレクトに展開する以外ないんじゃないかなもう何が起きるかわからへんからつまり信頼できる友達を作ろうう,んもう応援を人々がやる以外にもこれないんじゃないと <laughs> えー今日はですね本当に悲惨な話をしたのですねヒステリックな反論コメントとかがですねかなりつくことを予想されますのでえいつものお願いがあります今日何食べたっていう今日何食べてこの動画見てますかっていうこの生活感あふれるコメントをしてほしい最初に言うとかないんだよ最とか生活感溢れるコメントをたくさんしてくれるとですね渋村さんはとても嬉しいしそういうヒステリックなあのものがですねえー 減りますのではい、えー、動画の最初に言っとくたよかったな、はいえー。というわけで、えー、今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれでは。